から体での漢字は、文部プラス二角、合計十角の漢字である。環境依存文字。物陰から急に飛び出して人を驚かせるときに発する、声という漢字の中で最も長い33文字の訓読みを持つ、と言われることがあるが、実際にはこれは訓読みではなく、緩和辞典の辞儀解説として掲載された例がある。文と人を合わせた、会意文字で、 人が、門から急に飛び出して人を、わっと驚かす声を表す、犠牲語である。意味は、隠れていた人が突然姿を表して人を、驚かせるときに出す声もしくは、身を隠して、突然現れ出ること。ジーホには、隠り身骨で驚き人の声なりとある。門と人で成り立つ漢字は、の他に、線、門などがある。音読みは、漢音で、国、語音で、枠。く。 各、線とする時点もある。訓読みはない。中国語では、突然姿を表して人を驚かせる。犠牲語として、負を、身を隠して、突然現れるの意で、shn と発音される。括弧内は振り仮名。ユニコードにおける、符号位置は u プラス9584で、ユニコード一覧9000から9回 ff に記載。 ユニコードの数値文字参照は、10真数だと、&38276、16真数だと、&X9584、ジス X0212 では792点に収録されている。ジス X0208 及びジス X0213 には収録されていない。41216番に収録されている。 古籍等いつも地番号は四十六万七千八百二十、陶器等いつも地番号は零零四六七八二零、ありがとうございます。